にちは。今日は白山登るためにレッドレアイの駐車場にいます。ただいま5時半ですが、駐車場はもうすぐ埋まってしまうところです。山口は駐車場から10分ほど登らなければいけません。なので登山口行く前にいきなり登山、これすでに疲れちゃう。こちらが登山口前の広場になります。トイレもあるのでここで済ませておきましょう。トイレは普通に綺麗でした。はい、こちらが登山口になります。では頑張って行ってきます。ただいまユーサは日本半周中で、以前動画で上げた肘岳の三山霧島を見たくて、東京から九州、四国、関西と回って白山にやってきました。まずは最初の分岐、観光振動か砂防振動の選択になります。本当は室通り一泊しようかなと思っていたんですが、四国で東赤石岳でだいぶ疲れちゃって、線巡りをしようと四国で濁り湯を探したんですがあまりなく、いくつか良さげと思って行ってみると混み合っていたりであまり好みではなく、さっさと移動してきちゃったので、今日土曜なんです。日月で登る予定だったので要宿泊は空いていたのですが、土曜は満室なので日帰りにしちゃいました。ということで日帰りになったので砂防振動を歩いています。観光振動はやや急登が多く見客者向け、日帰りで早く頂上を目指すのであれば砂防振動がおすすめです。道はしばらく穏やかな感じです。今日はレッドレアイ登山口から砂防振動で猿之助避難小屋、黒ぼこ岩を通って室堂、白山山頂御前ヶ峰に向かいます。帰りは黒ぼこ岩まで戻り観光振動で下っていきます。急な階段上りが出てきました。今回の山旅で白山に行っておきたかったんです。白山に行こうとして今回で3度目の挑戦。1度目はあまりにコースタイムが長いので直前に変更、2度目は調べ不足でマイカー規制知らなく到着時間では帰りのバスに間に合わないと断念。そうなんです、ここ別棟レアイ駐車場には登山ピーク時はマイカー規制になっていて、7月から10月中旬の週末はバスや乗り合いでしか行くことしかできません。6月は雪も見られ高山植物が咲き乱れると聞いて行きたかったんです。先ほどからちょこちょこお花たちが咲いています。お花を見つけながら歩く感じで楽しいですね。道の方は急に登って穏やか、急に登って穏やかを繰り返す感じです。景色も綺麗で歩きやすいですね。ガハンバに到着しました。こちらでは水場とトイレがあります。山口からまだ30分少し歩いただけなのでトイレの必要はないですが覗いていきましょう。別棟レアイのトイレとあまり変わりません。混んでいたらこちらでもいいかもしれないです。まだまだ先は長いのでどんどん進みましょう。お、滝が見えます。最初の方は林道歩きですが、花を楽しみながら歩いているとこのように歩きながら滝が見えたり景色が見えてきて、きついはきついけど楽しいですね。今回のコースタイムは8時間から9時間のロングコースです。白山は富士山、立山とともに日本三霊山であり日本百名山です。石川県と岐阜県にまたがる標高2702メートルのお山です。綺麗ですね。いいですね、歩きながら景色を楽しめます。もちろんお花もこんな感じで道沿いにたくさん咲いています。私自身は詳しくはないんですが、世の中には詳しい人がいて、ここ白山くらい人が多いと教えてくれる方が結構いて助かりますね。混んでる山は嫌いだけど、その点はいいところ。白山は日本百名山ですが、花の百名山でもあります。天然の花の博物館と言われ、ここまで歩いただけでもいろんな種類の花を見ることができます。6月の今時期ぐらいから花が咲き始め、花の一番見ごろは7月20日ぐらいから8月上旬にかけてです。別棟覗きです。
先ほどのように標識が結構こまめに出てるんですが、なかなか距離が縮まらない、ゴールが遠い、厳しいお山です。そらそうなんですよね。霊山なのでここは修験道の聖地で修行の場なんですよ。厳しくて当たり前。今回はバスでもないし、今が一番日が長い時期なので、ちょっと時間がかかってもなんとかなると、じわじわ登っています。途中もう下山してる人がいて、何時から登ったのと聞かれていて、夜中の12時ぐらいから登ってましたと言っていました。私は花や景色を楽しめるからこの長い距離歩けるけど、そういう方もいます。夜にヘッテンをつけながら歩けるぐらいの、それほど危険はない道なりです。まあきっと朝日を見たんだろうな。でも暗闇をこの道歩くのは私には無理だ。体力の自信がない方や歩くのがゆっくりな方は、やはり宿泊をおすすめします。宿泊だと室堂が一番ですが、神之助避難小屋でも一応泊まれます。道は木道になってきました。今時期は室堂では食事提供がありません。6月29日まで出ないので注意です。道に雪が現れました。まだ脇なので特に影響はなしですが、少し行くと雪道現れましたよ。最近の山っぽや山猫の活動日記を読んでいたので、皆さんアイゼンやチェーンアイゼンは必要ないって書いていたので、今回私は持ってきませんでした。道の方はこんな感じ、しっかり踏みしめられています。まあ大人気の山なんで歩く人たくさんいますもんね。とはいえ雪の上歩くとなんか疲れるんですよね。景色と鳥の声を聞きながらちょっと休憩です。ここを登れば神之助避難小屋です。はい、到着しました。なかなか大きな建物ですね。収容人数は20名です。もっと入れそうな雰囲気ですね。では中をチェックしていきます。ここのトイレは使えないようです。中の方は特に何かあるわけではないですが、綺麗な感じですね。神之助小屋からの景色です。しばらくお楽しみください。すごいですね。では神之助小屋からの景色を十分楽しんだので、まずは黒ぼこ岩を目指して頑張りましょう。野外活動部は山と旅を生きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。神之助小屋を越えたらさらに景色が良くなっていきます。位置はこんな感じ、すぐ横に絶景が広がるので、ついのもあって登っては休憩、登っては休憩を繰り返します。はい、南竜分岐到着しました。南竜山荘に宿泊して山頂を目指す人と合流になります。南竜分岐を越えると再び雪渓歩きになります。じわじわゆっくりと行きます。チェーンとかは必要ないぐらいですが、このように若干危ない雰囲気のところがあります。まだまだ雪道続きますね。お、すっごい雪の下から雪解け水が流れています。それを越えて進んでいきます。この冬雪が少なかったから、今年の夏は水不足になるのではないかと言われていますよね。貴重な雪、あまり早く解けないといいですかね。それにしてもほんときつい、基本ひたすら登り続けてるって感じです。私もですが、皆さんもじわじわと登っています。先ほど話していた南竜山荘は6月は小屋は閉鎖していて、
7月からスタートです。同じく南竜ヶ原野営場も7月からスタートです。雪がちょこっと残ってる山も綺麗ですよね。こちらはとても大きな雪渓です。雪渓は素敵なんですが、こんな感じで急な道を登り続けています。ですがさすが百名山、道はこのようにとても整備されていて、急は急ですが登りやすくはなっています。水は出ていないけど延命水がありました。はい、黒ぼこ岩到着しました。黒ぼこ岩からの景色です。しばらくお楽しみください。綺麗ですよね。とんがった岩の上からこんな風に景色を楽しむことができます。あれが山頂かな？とガスがかかってますね。ロドまであと少し。頑張りますよ。頑張って。ちょっと長くなってしまったので、ムロドや山頂、観光振動の下りはまた次回のお楽しみにします。では今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は日曜18時、この続き、白山室堂山頂です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです、ここです。来ていただけた方、ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。